皆さん、こんにちは。今回は日本の声優界に大きな影響を与えた田中敦子さんと、日本アニメーション界を支えてきたベテラン声優の方々の訃報についてお話しします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。田中敦子さんは2024年8月20日に61歳で亡くなりました。約1年間の闘病生活を経て、その人生の幕を閉じました。田中さんは多くの人気アニメやゲーム、吹き替えで活躍し、その独特の声と演技力で多くのファンを魅了してきました。田中さんの代表作といえば、まず攻殻機動隊シリーズの草薙素子役が挙げられます。1995年の映画版から始まり、スタンドアローンコンプレックスシリーズなど、長年にわたってこの役を演じ続けました。草薙素子という唯一無二のキャラクターを、静筆で力強い魅力にあふれた存在感で演じきりました。この役柄はクールでインテリジェントな女性キャラクターの代表格となり、多くのファンの心に深く刻まれています。またジョジョの奇妙な冒険戦闘潮流でのリサリサ役も印象的でした。強さと美しさを兼ね備えたキャラクターを見事に演じきり、ジョジョファンからの支持も厚かったです。最近では呪術廻戦の花見役でも注目を集めました。邪悪な特級呪霊を演じ、その冷酷さと狂気を見事に表現し、作品の緊張感を高めることに貢献しました。田中さんの声優としての活躍はアニメだけにとどまりません。ニコール・キッドマンやジェニファー・ロペスなどハリウッド女優の吹き替えも多く担当し、その演技の幅広さを示しました。田中敦子さんの息子で同じく声優の田中光さんが X で母の訃報を公表しました。田中光さんはこの機会に初めて親子関係を明かすことになったことへの複雑な思いを述べつつ、母が約1年間闘病生活を送っていたことを明らかにしました。田中光さんは本人の意向により具体的な病名は伏せさせていただきますとしながらも、母の最後について、真面目で凛々しくちょっぴりお茶目な田中敦子らしい人生だったように思いますと振り返りました。芸能陰と陽、さらに田中光さんは母への深い愛情と尊敬の念を表し、こんなに自慢の母を持つことができ本当に幸せですと語りました。最後にファンに向けて、田中敦子が真摯に携わってきた作品を、田中敦子が愛情を注いできたキャラクターを、田中敦子という声優をどうか忘れないでくださいと呼びかけ、尊敬する女優声優であり愛するお母さんへ愛を込めてという言葉で締めくくりました。この投稿を通じて、田中敦子さんの最後の様子や母子の絆の深さが垣間見えると同時に、声優としての功績を後世に残したいという田中光さんの思いが強く伝わってきます。田中敦子さんの訃報は最近の声優界における一連の秘宝の中でも特に大きな衝撃を与えています。というのも、今年に入ってから日本アニメーション界を支えてきたベテラン声優の方々の訃報が相次いでいるからです。5月20日にはアニメ「ルパン三世」峰不二子役、キューティーハニーの初代ハニー役、天才バカボンのママ役などで知られる声優の増山栄子さんが肺炎のため88歳で死去しました。増山栄子さんは特に「ルパン三世」の峰不二子役で広く知られていましたが、その役への思い入れは特別なものでした。増山さんは峰不二子を演じる際に、セクシーさよりも知性を感じさせる演技を心がけたと語っていました。また天才バカボンのママ役については、原作者の赤塚不二夫氏から、ママは絶対増山さんじゃなきゃダメだと言われていたことを誇りに思っていたそうです。増山さんは声優としての長いキャリアの中で家庭と仕事の両立にも尽力しました。彼女は声の仕事だけに集中しようと決意し、家庭や子育てを仕事と両立させるため、舞台などよりは比較的短時間でできる声優業に専念するようになりました。6月19日には声優ナレーターの三輪勝恵さんが80歳で亡くなっています。三輪勝恵さんはパーマンのパーマン1号役やカリメロのカリメロ役で知られていましたが、彼女の声優としてのキャリアは非常に多岐にわたっていました。三輪さんは子供向けアニメだけでなく大人向けの作品でも活躍し、
その演技の幅広さで知られていました。特筆すべきは、美和さんが國學院大學文学部国文科を卒業していることです。この文学的バックグラウンドが、彼女の声優としての表現力や理解力に大きく貢献したと言われています。6月26日には松野大樹さんが右大脳出血により、56歳で死去。松野大樹さんは、金田一少年の事件簿の金田一はじめ役で多くのファンに愛されていました。松野さんは、金田一はじめを演じる際に、知的でありながら、時には冷静さを失う人間らしさを表現したかった、と語っていました。松野さんの突然の訃報は、多くのファンに衝撃を与えました。56歳という若さでの逝去に、業界内外から惜しむ声が多く上がりました。彼の演じた金田一はじめは、多くの人々にミステリーの魅力を伝える重要な役割を果たしました。芸能、陰と陽。7月23日には、小原典子さんが88歳で同月12日に死去していたことが判明しています。小原典子さんは、ドラえもんののびのび太役や、タイムボカンシリーズのドロンジョ役など、数多くの印象的なキャラクターを演じました。特に、のび太役は1979年から2005年まで26年間にわたって演じ続け、多くの子供たちの心に残る声を届けました。小原さんは、声優としてだけでなく、声優養成所の講師としても活躍し、多くの後進の育成にも尽力しました。彼女の教え子の中には、現在活躍している声優も多く、その影響力は計り知れません。人気アニメ、サザエさんの花沢さん役、ちびまる子ちゃんの山田役で長年にわたって日本の国民的アニメに貢献してきた声優山本恵子さんは、4月18日に敗血症のために亡くなったことが7月29日に分かりました。83歳でした。特に山本恵子さんの花沢さん役は、そのキャラクターの印象を決定づける重要な要素だったと言われています。山本さんは、声優としての仕事以外にも、朗読や舞台など、幅広い分野で活躍していました。彼女の多彩な表現力は、多くの後輩声優たちの憧れの的となっていました。これらの名声優の方々の訃報は、日本のアニメーション界に大きな影響を与えています。彼ら彼女らが残した功績は計り知れず、その声は何世代にもわたって人々の心に残り続けるでしょう。同時に、これらの訃報は、声優という職業の重要性と、その仕事がもたらす影響力の大きさを改めて認識させてくれました。彼らの声は、単にアニメのキャラクターを演じただけではありません。多くの人々の青春時代や子供時代の思い出と深く結びつき、時には人生を変えるほどの影響力を持っていたのです。これからの声優界には、技術の進歩や社会の変化に伴う新たな課題も待ち受けているかもしれません。しかし、これらのベテラン声優たちが築いてきた基盤の上に、新しい才能が育ちつつあります。彼らの遺産を受け継ぎながら、次世代の声優たちが新たな表現を模索し、日本のアニメーション文化をさらに発展させていくことが期待されています。その行く末を、温かく見守っていきましょう。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。